モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回は DIY 初心者講座としてカンナの基本についてご紹介したいなと思います。以前ホームセンターで買った安いカンナを仕上げる方法について解説させていただいたんですけど、今回はその基本編です。カンナはこだわりを持って使われている方が非常に多いので、その方々によってこだわり部分とかも違ったりとか、手入れの仕方とかも違ったりします。今回は DIY 初心者がまずカンナってこういうものだよねっていうことを知っていただくための動画です。それではカンナの名称について簡単にご紹介します。まずこのカンナ全体、この木の部分をカンナ台って言います。そして台頭、台尻、カンナ台の上の面を上刃で、下を下刃って言います。そしてカンナの刃がカンナミ、裏金、押さえ棒、代表的な名称は以上です。まず最初にカンナの外し方をご紹介します。カンナのこの刃を外すときにはこの台頭を叩いて外していきます。こういう形で外れます。外すときに叩くのはこの両端です。この真ん中は叩かないようにしましょう。真ん中は叩いてしまうとここで割れてしまうことがあるので注意してください。次にカンナの刃を取り付けるとき、カンナミを取り付けるときのここの合わせ、仕上げ用で 0.3 ミリ以下、粗仕上げとかでは 0.9 ミリから 0.5 ミリ、中仕上げで 0.5 ミリって大体言われてます。なので、まあ、DIY だったら 0.5 ミリぐらいに合わせれればベストかなと思います。ちなみに 0.5 ミリってこのくらいです。刃を入れるときはカンナミを入れて裏金を差し込みます。そしてここを叩いて裏金を合わせていきます。で、あとは刃を出していきます。刃の出方を見るときにはこうやって見て、刃の部分に髪の毛1本分ぐらいの刃が出てれば OK です。あとは実際に削ってみて調整します。カンナをかけるときにこういったカンナ台を製作しておくとカンナ掛けがすごい楽になるのでおすすめです。私の作業台の場合はここにストッパーがあるので、ここにこの下駄をかけて、これで動かないように安定した場所で削るようにしています。本当はここは水平の方がいいと思います。なかなか一枚ペローンといきませんけど、まあ、まだ僕も修行中です。カンナミなんですけど、この刃先、ここの角、この角を丸くする処理方法もあります。まあ、それはどういった時に必要なのかっていうと、カンナで板の平面を削る時にこの角が立っていると削り溝ができてしまいます。で、それを防止するためにここにもう少し R をつけるやり方もあります。これはまだ R をつけてない状態ですね。基本的にカンナは使い終わったら必ず刃を研ぐようにしましょう。私が刃を研ぐ時に使っているのは1000番と3000番です。こだわった方だと6000番とか、8000番、1万とかを使われることがあると思うんですけど、まあ、私 DIY においては3000番で十分かなと思ってます。ただ一つ、裏表両面のコンビになってるやつがあります。できればそれではなくて単独のタイプの方が僕はいいと思います。必ず片方が減っていって片方が残ったり、砥石がすごく柔らかかったりして、逆に切れない刃になってしまうことがあるので、だいたいこれが1500円前後ですかね。
こういったものを使われる方が僕はいいかなと思います。あと砥石ですが、砥石は使い終わったら必ず台直しで面を平面にしてから保管するようにしましょう。この癖はつけておいた方が後々楽かなと思います。まず使う前に水にだいたい10分ぐらい浸して、気泡が出なくなったら研ぎに入ります。私の場合、カンナの刃を研ぐときはまず裏側を研いで、軽く研いで表を研ぐようにしています。今これ1000番をやってますが、通常のメンテナンスであれば3000番のみで研いでもいいかなと思います。いかがだったでしょうか。カンナは DIY においてもとても便利な道具で、まあ最低一つ持っておくとかなり使う場面っていうのは多いです。今回のは入門編だったんですけど、ここからステップアップしてカンナというものをこう自分の手に馴染むものにしていただければなと思います。今回の動画がためになったな、面白かったなと思われましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。